2023年6月の29日、本当はね、ピンとあるはずなんですけども、もう証拠性のやつは早くちゃんと作動しましたね。ホームページで気づいたんですけども、 3.4 政治家でこの近辺に来た人たちの欄があるんですけども、多分これね、もともと淡井圭介と会って話したことがある政治家の方たちの後の 3.6 だったと思うんですよ。これねあるでしょう。でここは 3.2 でしょう。ここですね。で 3.4 でしょう。で一回 3.5 になってしまってるでしょう。ここの 3.4 のところが多分もともと 3.6 だったと思うんですね。もう僕もたくさん文章を書いてるから、あれ自分の間違いかなって思ってしまうとコンピューターはその方向で進めようとするんです。頭の中の設定を。多分ね、これが電波での人間の操り方なんですよ。これはコロナウイルスのデータ入力のその内容で一回おかしいなと思って聞きに行って席に戻ると、あれそうでもなかったっていう件が何回か発生してるんですよ。で他のコロナウイルスのデータ入力の行った人たちも同じ意見を言ってる人たちがいたんですよ。そこの電波のシステムを知った人たちはね、これ本当は聞きに行こうとした時に自動で席離れてる間にパソコンがコンピューターが勝手に文章を書いたりだとか多分知るでしょうって。こことここを政治家さんの人たちの話だから、この後に 3.3 にする可能性はやっぱり低いですね、非常に。で間空いて 3.6 空いてるでしょ。一応まあ作り方としてはまだこの後書く可能性があるなっていうところは番号開けたりとかはしてるんですけども、意図的に最初から。でまあコンマとか打ち始めましたから、これは番号が当たらないからコンマなんですけども、正直このコンピューター社会に全人類がやられる可能性出てきてますね。物事が極端に進まない。政治家の人たちもその仕組みのおかしさ気づいてると思いますよ。彼に普通に電話をかけたら全部進む物事ばっかりだったっていうこと。河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電。わからない。この本当の話から逃げる人たちだったら多分無理だと思う。淡井圭介おかしいという方向で片付けようという人たち、きっと多分笑いながら言うと思う。笑ってる時点で大抵の人間は不正解。ここまで本当のことが明るみにいっぱい出てるのに、ホームページに記載してる内容全部本当だから。エネルギーの残存量問題、嘘なんか書いてない。政府とかに計算し直してもらって、それでまともな数字が出てきた。だから途中で一気に技術的採掘可能内蔵量がガクンと減ってる。たった1年で2019年から2020年の間に。これが実態です。